行して鉄道憲兵隊の主導によって夏至祭初日の混乱は収まった。手傷を負いながらも陣頭指揮を取ったレーグニッツ帝都知事の働きにより3日にわたる夏至祭も無事終了し、翌朝俺たち7組のメンバーは揃って帝都を後にすることになった。いや、君たちには本当に世話になってしまった。兄弟ともども士官学院に足を向けて眠れなくなってしまったくらいさ。いえ、そんな。そのあまりにも恐れ多いお言葉かと。いえいえ、私とエリゼなどあのまま連れ去られていたらどんな運命が待ち受けていたか。本当に何度お礼を言っても足りないくらいの気分です。私からも改めてお礼を言わせてください。本当にありがとうございました、エリゼ。本当に無事でよかった。私とセドリックの方も B 班の働きには助けられたよ。市内の混乱の収拾、改めて礼を言わせてもらおう。もったいないお言葉。お役に立てて光栄です。7組設立のお礼をやっとお返しできたみたいですね。それにしても帝国解放戦線ですか。ああ、ノルド高原での一件、さらには帝国各地のいくつかの事件、今までにも暗躍の気配はあったが、今回ついにその名前を明らかにした。Cをリーダーとする数名の幹部たちに率いられた純然たるテロリストたち、現在情報局でメンバーの洗い出しを行っている最中らしい。こう言ってはなんですが、不思議な人たちでしたね。私たちを連れ去りながら悪意をあまり見せることはなく、それでいてうちに秘めた劇場に取り憑かれているかのようでした。はい、もちろん姫様をさらったことは許されることではありませんが。うちに秘めた劇場、そんな感じはしたかも。静かなる怒りの炎をたたえ、どしがたき独裁者にって彼らのリーダーの言葉です。確かにそう言ってたな。また露骨な言葉だな。静かなる怒りの炎、そしてどしがたき独裁者。まあ、何を示しているのかは明らかではあるが。皆さん、セドリック、なんとか間に合ったわね。いいタイミングだ。皇太子殿下、わざわざお見送りに来ていただいたのですか。ええ、お世話になったからにはこのくらい当然ですから。あ、こちらの方々が7組のもう一班なんですね。はじめまして皆さん、セドリック・ライゼ・アルノールです。この度は姉の危機を救っていただき本当にありがとうございました。心よりお礼を言わせてもらいます。もったいないお言葉。あ、光栄です。ありがとうございます殿下。皇太子、想像してたより可愛いかも。こらフィー。皆さんのようにもっとたくましくなってくれれば私も安心なのですけど。ちょっとアルフィー。姫様、失礼ですよ。まだ15歳だし、君たちはこれからだろう。しかしセドリックとあなたが一緒というのも珍しいね。恐縮です。せっかくなので彼らをこのまま見送らせてもらおうと思いまして。
父さん、傷の方は大丈夫なのか？ああ、大事には至っていない。まだ少し痛むが、じきに完治してくれるだろう。そうか。知事閣下、お疲れ様でした。ああ、ありがとう。かなり変則的ではあったが、無事今回の特別実習も終了した。士官学院の理事としてまずはお疲れ様と言っておこうか。恐縮です。ありがとうございます。7組の運用、そして立場の異なる3人の理事、いろいろ思うところはあるだろうが、君たちには君たちにしかできない学生生活を送ってほしいと思っている。それについては他の2人も同じだろう。父さん、そう言っていただけると。その点に関しては殿下もどうかご安心ください。わかった。もとよりあなたについては私も信頼しているつもりだ。だがどうやらお揃いのようですね。実は先ほどまで共に陛下への拝謁を賜っておりまして。アルフィン殿下におかれましてはご無事で何よりでした。これも女神の導きでありましょう。ありがとうございます。最初オリバルト殿下も帝国解放戦線に関してはすでに全土に手配を出しております。 IK の洗い出しも進んでいますので、どうかご安心ください。やれやれ、手回しのいいことだ。これは来月の通商会議も安心ということかな。ええ、万事お任せあれ。あ、失礼、職位への挨拶がまだだったな。帝国政府代表ギリアス・オズボーンだ。鉄血宰相という名前の方が通りがいいだろうがね。お、はじめまして、閣下。その大噂は金が私も君たちの噂は少しばかり耳にしている。帝国全土を股にかけての特別実習、非常に興味深い試みだ。これからも頑張るといいだろう。恐縮です。どうも。精進させていただきます。それと久しいな、遊撃士。転職したそうだが息災そうで何よりだ。ええ、おかげさまで。その節は本当にお世話になりました。バンダイク元帥は私の元上官でもある。その意味で私としてもささやかながらさらなる協力をさせてもらうつもりだ。ま、楽しみにしてくれたまえ。それは諸君らもどうか健やかに。強き絆を育み、鋼の意志と肉体を養ってほしい。これからの激動の時代に備えてな。ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。明日も期待してるわよ。パーフェクト。よく頑張ったじゃない。